人気店店長のさやかです。さやかさん、靴は手作り。これバレンシアガ。靴下もバレンシアガ。スカートはこれは海外のジア、アイムジアってとこがあるの。インナーの店パンはあの、その辺で買ったやつ。それが聞きたいなと思う、みんな。全然聞きたくない。だって店パンツってどこで買っていいか分からない。全然ノーブランドです、多分。ワコール。いや、違います。トップスも、トップスもこれセットアップでジア、ジアです。ジャケットは、ジャケットザラです。ネックレスは、ネックレス韓国のブランドのやつで最近買いました。いくらぐらいなんですか。これでも違います。これ1万5000円ぐらいです。あ、その上ははクロムハーツつけてます。これもクロムハーツじゃない。はい。で、これティファニーで、これクロムハーツです。これは、あ、これはピッキーです。で、カオルさんでつけないとぶっ飛ばされちゃうから。つけたって感じで、バッグが、バッグもバレンシアガです、黒ですね。黒で全部まとめました。さやかさん痩せました。昔は僕は騙し絵って呼んでたんですけど、綺麗になったよね。それも前回の YouTube でも言ってました。騙し絵って、騙し絵って言ってました。あ、面白くないね。いや、綺麗になったよね。で、たまにアリサと喧嘩しちゃう感じで。してないかしら。綺麗になったよね。ディープ店スタイリストのやです。よろしくお願いします。皆さん、お酒は大丈夫ですか。株式さん、お酒大丈夫です。いや、若いから全然平気ですよね。靴はこれなんかちょっと前のディオールの。あ、ディオールなの。はい。リックみたいな感じの。そうなんです。この色味が好きで買いました。デニムはこれはシュガーヒルとビームスのコラボです。インナーの T シャツは、これはロスアッパーです。で、ダウン、これも短いダウンだったと思うんですけど、どこですか。これエンタイヤです。サングラス、これアルマーニですね。何なんですか、ちょっとシャラね、アミカジフルモード。ファッションのポイント、アメカジ風モードでやってます。以上です。はい、まやさんでした。何年目。5年、4月で6年目になります。さやかと同期です。あ、そうなの。はい、ありがとうございます。アリスさん、靴は、靴はジルサンダラの靴で、ゴールドの足首に、アンクレット、はい、靴下はどこのですか。手作り。靴下は靴下もその辺ですね。パンツは、パンツはプラダのヴィンテージで、あ、中にジャケットも着てる。ジャケットは、ジャケットは多分その辺のなんか韓国のブランドで、その辺で韓国のブランドはないですけど、インスタのなんかブランドなんかで買ったって感じです、はい。その上着は、上っ張りは、これはラムロフっていう。ラムロフ、ラムロフっていうブランド。どこのブランドなの。日本のブランドで、私の彼のブランドです。ん、彼氏のブランドです。あ、アリサさんの彼氏のラムロフ。それプロプロ、ありがとうございます。嬉しい男ができたんですね。じゃ、バッグの方は、まあ、ザローです。ザローです。あ、ザロー、ザローのコートあげる。え、本当ですか。うん、着ないんだよ。いただきたいです。取りに来ました。ピアスは、ピアスはなんかアンティークマーケットで買いました。サングラスは、サングラスはあのジャイアントヴィンテージっていうアメリカの今流行ってるなんかピンタレストガールの中で流行ってるブランドで買いました。今日、ね、のポイントは、ポイントは結構大きいジャケットに細身のシルエットのパンツを合わせてバランス良
たらいいなまあ可愛いですからね。はい、ありがとうございます。リープ店の栗山千夏です。よろしくお願いします。はい、メキシコから今日は。靴は？靴イエローです。あ、こんなのもあんだね。あります。イエダブです。もしあいちゃんのスウェットは？スウェットは海外のプレイングっていうやつで。なんだかでもグッ。ゴッツフェイバリット。どういう意味ですか？多分神様のお気に入りみたいな。ロゴが可愛くて買いました、うん、意外とさ、痩せてるよね。本当ですか？嬉しいっす。すでに、なんか女子プロかと思ったら意外と痩せてるんですよ。バランスがいい。ありがとうございます。外人体型の、はい、インナーは？インナーは海外のサイトで買いました。デザインが可愛くて買いました。サイト名とか分かる？サイト名はちょっと分からないです。どうなってるの？本当ワンピースなんですけど、ちょっと上が可愛いんでインしてます。これパッてやったらワンピースも、パッてやったら、はいやれないんですけど、はい、やってって言ってないんだけど。あの、上っ張りは上っ張りって言うんですか？上っ張りは上着アウターは、カイリージェンナーの、これ可愛いね。はい、なんかフードが大きくて。これいくらぐらいすんの？でも、言うて2万円ぐらいですかね。あ、そんなの合皮か。そうです。2万だったらいいね。かわいい。バッグは？バッグはこのパンツと一緒のとこでロゴが一緒だから可愛くて、神様って書いてある。はい、神様で合わせました。プレイングです。メガネは？メガネも海外サイトで買いました。ネックレスは H&M で、ピアスも H&M。 歯はマリコ先生と。誰マリコ先生？マリコ先生の、デンタルマリコ。近すぎる。近すぎる。加工してください。ここら辺。はい、さやかさんでした。嘘だよ、そこで。モノトーンで合わせたのと、サシでパステルから蹴ってくるのが好きなので、それで合わせてみました。はい、ジュニアワンの熊井です。お願いします。靴は？靴はジョンドーっていうブランドの靴で、チャックなのか？あ、そうです、そうです。こうやってやったら閉じることもできるしっていうやつです。うん、靴下からね、このお店がね。靴下は？靴下ナイキですね。あの、本当にスポーツ用の靴下です。で、そのパンツは？パンツはアクネです。アクネ。その腰巻きしてる、あ、これもジョン・ドーっていうブランドのスカーフです。あ、スカーフなの、ね、あ、そうです、そうです。で、トップスが？トップスも同じですね、ジョン・ドー。へぇ、服です。ジョン・ロー、ジョン・ドー。ジョン・ドーです。ポイントは？ポイントは、まあ、なんか派手なんですけど、なんかこういう靴下とかで締めるところを締めて、ちょっとシルエットを意識したコーデになってます。おしゃれです。めちゃくちゃうちらがジュニアの時はこんなばっかり。そうですよね。おしゃれ。はい、ありがとうございます。何歳なの？ 21です。大人っぽいよね。じゃあ靴から。靴はナイキのでマーティンローズとコラボしてる。はいはい。ちょっと裾ヒールっぽくなってます。ソールがね。はい。で、パンツは？パンツはブランディメルビルです。ブランディメルビル。はい。どこのブランドなの？海外のなんですけど、原宿に店舗があります。へぇ、おしゃれだよね。めっちゃおしゃれです。で、インナーが？インナーが
海外の通販サイトで買ったもので、中がヴィンテージのシャツで、上がザラで買ったジャケットです。ルイさん、はい、ネックレスは、ネックレスはヴィンテージのものと、あ、こっちだけお母さんに買ってもらいました。メガネはメガネもヴィンテージです。ピアスは、ピアスはプレゼント、プレゼントは誰に、親です今日のポイントは、ポイントは、靴が派手なのでそれに合わせた靴にしました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。リプテンの篠村大輝です。お願いします。大輝痩せたよ、もう。本当ですか？あ、まず昔知らないかも。あ、そうそう、こっちに向こうと思ったらいい。バレンシアガです。デニムは、ナチェっていう韓国のブランド。韓国ブランドなんだ。はい。ベルトは、あ、ベルトこれタイで作りました自分で、はい、インナーは折り紙のプリント、つるつる。これ ERL です。で、こちらもほらダウンが、トップスが短いダウンで。ブレスっていうブランドです。バックはバレンシアガです。今またこのバレンシアガが流行ってるんだけど、一段の時にもこれ流行ったもんね。また今流行ってるよね。で、ヘッドホンはAirPods Max、 何でしたっけこれ、 AirPods Max。 今日のポイントは、ポイント、ポイントですか、なんか感触、雪の女王みたいなエルさん、ぶっ飛ばしてもらえない何なんですかね。え、大輝もう普通だったよね。普通っていうか普通じゃなかった。なんかすごい、ピンクとかもうやめました。別にそれはそれいいんじゃない、差し色とかでいれば。なんか昔からほらガラクタ感が多かったのがやっぱ洗練されてるね。おしゃれな、いい感じですよ。アラジクリープの山本です。お願いします。山本さんは今リープでは一番上です。違う違う、ディレクターでしょ。スーパーバイザー。スーパーバイザー靴は、靴これサンローランです。パンツは、パンツこれアクネのスイートです。おしゃれだね。いやいや、もうモヤモヤしか着てきてない。で、カーディガンは、カーディガンはこれアンユーズ。待って、ネックレスが、ネックレスはこれトムウッドです。すごいちゃんとやってて1ヶ月前からそうだし何着よう、さやかとかありさに何でもいい。メガネは、メガネ黒、クロマートン。あ、クロマートン、はい、こんなのがあんだ。私とおそろいです。色ちょっと聞いてないんです。ファッションのポイントは、あんまグランジっぽくなりすぎない、足元だけ綺麗にしました。はい、20年迎えどうでした？20周年の今。ありがとうございます。こんな会社でしたけど、先生。20年ですか？はい。そうですね。いや、もう青春って感じですね。刺激的な毎日でした。そうですよ。僕も気づきはもう、あっという間20年も僕も過ぎちゃったんで。はい、嬉しいです、こうやって。ありがとうございます。はい、島原宿リープ店2回目、もう春にかけての冬のファッション2回目ですね。どうですか、店長として最近は。頑張ってます。いい感じですね。リープはすごいおしゃれな子が多いんで羨ましいです。ちょっと原宿はね、なんかちょっとリープを見習ってほしいなと思ってます。じゃあまた3回目はね、さらにグレードアップして、はい、
提供したいと思います。ありがとうございます。